ストーリーにあげてるような曲好きなんだね。そうなんです。唇は大丈夫、絶対花粉だと思います。だから今リップを塗りました。こんばんは。生誕祭の日は希望してないですね。この日どうでしょうかってなって、いいと思いますって返しましたね。手伝い始めました。わあ、もうそれはオンデマンドで見てください。土日がいいとかないの？やっぱりね、チーム4公演、今もうチーム8の公演がこう日常的に合ってるわけじゃないので、チーム4公演にね限られちゃうんですよね、やっぱり。そうしますとチーム4公演も数が少ないので、やっぱり完全に仕事かぶってしまったので配信、そう土日が本当は良かったりとかするんだけど、なんせかぶってる公演がねなかなかって感じでいらっしゃいまして、そうなんですよ。だからちょっと月曜日ですよね、月曜日にちょっとなっちゃうんですけど、私も行けたないです。お渡し会があるのに、キロロロロロ、ちょうど美咲ちゃんのことを考えてた時に配信始まって海が感じた。何それ、かわいい、無理。5月は姉さん、バラありがとうございます。日付公演は卒業公演が日付公演にしたいっていうメンバーとかはやってますね。けどそう、日常的にはやってないんですよ。チーム4公演とかチーム A 公演とかみたいな感じでは、ね、できてないんですよね。
雫公演はね、あくまでやっぱりチームエイトは活動休止なので、そう活動休止なので特別公演として、みんなやっぱりチームエイトの公演で終えたいなっていうメンバーが多いっぽいですね。レイちゃんも確か雫でしたよね。そう、なんかでも嬉しいですね、エイトで終わろうって思ってくれるの。ねえさんばら、サメとジローさん、リップ、ルーちゃん会長さん、レインボースター園長さん、指ハート、横吉さん、リップ、ダニさん、レインボースターと、魔法のランプと、リップ、ありがとうございます。アンニョン。つるるは治ってないんですよ。なんでだろう、カサカサしてる、カサカサなのかな、いいことなくて沈んでるのでお話し会楽しみに頑張る、ぶち上げようねぶち上げようね、マジで。ヒリヒリはしないんですよ、ただカサカサし、カサカサ、わかんない、ちょっとね荒れてるのかな、気になっちゃうんですよ、触っちゃうよね。隣にいるのは親友ですか？これですか？縁起のいい日をね、さっきから調べてたんですよ、ちょっと。うん、
生誕祭出れなくて悲しんでたよね。二十日の生誕祭とか出れるかな。あちゃん誕生日は7月8日、7月8日です。え、うん、そうだよね。ヒリヒリしないんだよ。なんかザラザラしてて気になる、すごく。オンライン話し会の日ですね、宇多田さん。え、そうだっけ。ほう、78ね。じゃ89ね。そう、私は何を着ようかな。オンラインですね。生誕祭は雫で、私もねやりたいです。皮膚科には行かず直そう。まあそうですね、の治るでしょうっていう。治るというか、そんな気に自分に害はないんですよね。そう、自分に害はない。毎年肌に唇荒れる。やっぱね、お薬大事ですよね。でも私記憶が噛み切ってないと、でも10月の終わりとかにさ生誕祭知ったんですよ確か。いや、もっと後だかな。いや、お茶の間の前だったんで、かあれいつだっけ、超最近にした記憶なんで、え、早くねって思ってるんですよ実は。ちょっと早くねって思ってます、本当は。まあ早いに越したことはないんですけど、10月26日、そうって言って、そうなんだよ。みんな外れてるの？
そうだ、なんで配慮してよ。誕生日近くにできるのが一番いいです。そうなんですよ。前回のスピーチの内容覚えてないです。うん、覚えてないね。なんかスピーチを自分の生誕祭も何回かさせていただいてるし、なんか人の生誕祭とかもよく私いるんですよ。公園で人の生誕祭をすることもめちゃめちゃ多くて、あともう自分のなのか違う人なのかがちょっとすごいごっちゃになっちゃう時もありますよねっていう感じです。DVD で見返すことはないですね。でも DVD を DVD お願いします言って全生誕 DVD 欲しいなって思ってる。1、2、3、4、5回目、4回目かな5回目かなってくらいじゃない。1回目がひなのんとね合同でやったの覚えてる。パーティーの時に確か仕切りはスタッフさんがその人の仲いい人とかだったりに決めてくれてますね。そう、仲良かったりとか仲いいメンツでやったことなかったりする組み合わせだったりとかです。カレンちゃんだったらなんか私毎年吉田カレンがちょっとあったーって言ってる気がするんだけど、隣で私吉田カレンの記憶しかないんだよね結構マジで。あの平野と合同の時はちょっと覚えてないけどマジで吉田カレン今年もいますね笑ってね、今年もいるんですよ。いや私の希望としてはもうもはや吉田カレンがいいっていうねちょっとした希望ありますけど、ちょっともうだもはやここまで来たらね、私もずっと吉田カレンの気がしてるマジで結構リアルに。でしかもあの吉田カレンがチーム A の時はやってないんですけど、お手紙送ったの覚えてるし、吉田カレンが8でやった時にちょっと待ったって私が言ったのも覚えてる。手紙発というパターンも、手紙発ね、もう一回もらってるからどうなんだろうっていう。ミサッキーがやってんのか、そうだそうだ。最初の頃はしずくはね、ミサッ初日のメンツでずっと割と出てたから。人形流出なぜ。
ひなこが B の時やってくれたか。そうだそうだ。手紙誰だろうね。お手紙。21歳。大事な年ですよ。誰なんでしょうか。いやもはや吉田と宇多田のコンビでみたいなのないかな。あ、どっちの。私がね、吉田カレンチーム A の時にやってた吉田カレンの生誕祭にお手紙書いてくださいって前言われて、でその場に宇多田がいたから、その場に宇多田がいたもんだからさ、じゃ宇多田ちょっと一緒にさ考えて、母よりみたいな感じのテンションで書こうぜってなって、母よりみたいな感じの、幼い頃は蜂に刺されましたねとか書いて、YouTube 更新していこうね。吉田宇多田、あ、吉田宇多田じゃない、吉田 YouTube編集よろしくねって書いて、宇多田川原よりでみんなずっこけるっていうね。そう嬉しい。確かオンデマで見てたんですけど、なんでそんなに可愛いの？可愛くてごめん。やばいな。地元の友達、すっごいガチ、そこまで知ってんだって。逆にちょっとびっくり。スタッフさんそこまで知ってんだみたいな。怖いよねもはや。いや怖い、結構怖いかも。配信見とるんかな。配信見てたとしてもね、怖いねそれは。あー、そりゃ怖いね。もうなんか私のファンの
方なら、でショールーム見てるよみたいな方だったら分かると思うんだけど、いや誰ってなるから宮崎よりとか言うともえ誰ってなるからそれはちょっと気まずいかなみたいな。最近話しないですね、宮崎さん。でも話さなくてもね、なんかいいよねっていうのが親友だなって本当に思う。宮崎さんね、卒業、あんたの卒業公演は絶対行くからガチでって言ってるんで、卒業公演ではいるんじゃないでしょうか探したらいるんじゃないでしょうか。年単位で会わないことだから、大人になってから月一で会う人っていうのは、月一っていうか月一以上会う人っていうのはマジで親友じゃ、学生時代に毎日会ってるのと変わんない距離感だと思うんですよ。だから月一で会う人は私大切にしようなしようなってしようしたいなって思ってる。見てます。ん？って思いません？やっぱ大人の1日1ヶ月とさ、やっぱ学生の1日1ヶ月ってだいぶ違うと思うし、月1以上で男には、いやいやいや、それはマジで素晴らしいよね。あ、間違えた。なのの。私たち月一で会ってる。それはそうね。みんな月一で会えててさ、ヨンミンさんも生誕祭に行ってほしいですか。行きたいですかってことかな。月一の月に数回の休みを一緒に過ごすと、なんか切れちゃった。5、6年ぶりに会う友人とまるで昨日ぶりかのように喋って、また明日多いかのように別れることに。本当にそう、そういう方を大切にしてほしてください。本当に私も本当に思いますよ。やっぱりさ、結構学生の時って毎日会うからさ、やっぱ関係のさ、こう
距離感が意外と分かってなかったりするよね。だからなんていうの、こう友達とか一緒にいて楽しいなって思ってたりしても、5、6年、例えばじゃあ5、6年距離が5、6年会ってなかったけど、本当に昨日会ったかのように盛り上がれるっていう人と、5、6年の月日が経ってちょっと、あ、え、そうなんだみたいなあ、そうなんだね、え、今どんなことしてるのみたいな、ちょっと距離がちょっと離れちゃったよみたいな人もねいると思うんですよ。だから昨日みたいにすぐ戻れる中っていうか、その人間対人間っていうのをすごい大切にしたいなって私は思いますね。高校の時の友達はフッカルでしか遊ばない、フッカルでしか遊ばない語彙力。でも私もね、そうなんですよ。もう友達がみんなフッカルで、まあ、ご存知奥本さん、超フッカル。もうちょ、この前も奥本さん、私も割とフッカルなんですよね。だって今から、今もう何時ですか、今から23時47分ちょ、今からさ、今からちょっとうち来てちょっとパーティーしないって言われたら行くもんね。全然ね全然ねとか言ってってくらいフッカルなんですけど、この前も昼マジで12時ぐらいに急に電話来て、私も部屋が散らかってるなーってなったので、ちょっと一旦片付けようと思って、片付けようかなーって、片付けを始めましたよぐらいのタイミングで電話かかってきて、もしもし今日何してるって言って、今日も掃除しよっかなみたいななったら、え、じゃあさ、この後ディズニー行かないみたいな、で、行くわ、まあ、どういうことってなったけど、そう、やっぱチケットをさ取っちゃうとさ、日が変えれないんですよ今ね。日は変えれないんだけど、友達が体調があんまりよろしくなくて行けないってなっちゃって、でも一人で行くにも悲しすぎるからってなったら、いやミスターいるやんってなって電話したんだけど、でなって、ディズニー行かない、え、行く、何時に、何時にどこってなって、本当に12時ぐらいに電話して、2人ともまだパジャマだったのにもう4時ぐらいに集まって、もうね、じゃあ4時集合でってなって、4時ぐらいに集合して、で9時閉園時間、なんかその日花火がね上がんなかったんですよ。だからもう9時、花火は何ですか、9時前ぐらいなんだけど、9時が閉園で、20分前ぐらいから花火が上がるよみたいな、8時40分ぐらいですね確かだったんですけど、やっぱり上がんないなってなった瞬間にブワーってみんな帰り出して、私たち花火を見つつ帰ろうかっていう話だったから、もうじゃあちょっとギリギリまで逆にいないってなって、ギリギリまでいたわっていうことがありましたね。いやマジで、そう、のちさん、ハートありがとうございます。コスパもパーティーしてる。奥本さんと春本さんとよくカラオケに
行ったりピザパーティーしますね、よく。結局やっぱピザパーティーじゃねなってピザ食べながら最近のあったことを話すっていう。たまに毎日上がる、毎日ね上がってるっぽいんだけど、風が強かったりとかしたら上がれなくて、15時ぐらいに何々行きたいって思って友達に連絡したらいいよって言われて、公園終わりに学校終わりに公園で遊んだことある。よく私もやってます。昼に吉田に連絡して今日何してるって言って、ちょここ行かねなって、いいよみたいな。かゆい。今日もそれだったけど、お手紙寝てたりして行かなかった。まあそれもありますよね。ちょっとめんどい時あるよね。めんどくさい時ありますよね。最近私本当に何かがプンって何かがプンって切れたかのように、なんやろ普通に、でもなんかねねってチームメイト、チームメイトがこうスパッと4月いっぱいで終わってっていうのもあってか、めちゃ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 脳が動かなくてやばいです。体がやっぱね重たいよね。前々から約束してると逆に直前行きたくなくなっちゃう時ある。でも行くと楽しい。そうそうそうなんよ、行くまでがね。そうなんよ、言わないだけでやっぱそんな感じなんだね。そうテンション上がりました。でも私テンション上がってないわけじゃなくて、毎日ハッピー女なんで、そう毎日ハッピー女なんでね、実は私。そうなんで、もう今日の朝も最高だった。もう今日朝私カーテン開けてね寝るんですよいつも。でカーテン開けて朝の日差しとともに、しかも私が寝てる視界からね青空が入ってくるような構造になってるんですってなると、もう朝起きて今日すごいスーってした空気だったから、うわ最高と思って窓を開けてカーテンも全開にして、で窓を開けたらちっちゃい保育園児ちゃんたちがお散歩してて、もうやばいじゃん時間、お散歩しててちっちゃい子供の声も聞こえて、で昨日お昼ぐらいに昨日作ったピーマンの肉詰めを食べてみたいな。最高なんですよ、最高なんだけど、 YouTube の編集して、そう YouTube の編集しないと、あれも練習しないとこれも練習しないと、まあ、そんな練習することないですけど、 YouTube の編集しないとな。あーダンスも行きたいな。
ダンス行き出そっかな、てか曲作りたいなみたいなことを考えてはいるんだけど、体が本当に動かなくて、わーいって感じになってる今。すごく朝から超ハッピーだった。爪も塗りたいなみたいな。本当はちょっと黒にしたいんだけど、いかちい？いや、いかちくないよね。そうなんですよ。なので、やっぱりさ、でも5月はちょっとだけ気分が落ちるって言いますよね。だからまあしょうがないしょうがないと思って、しょうがないしょうがないってなって、普通にだが情熱はあるを一気見した今日。なんか何かを取り入れたいなと思って、取り入れたいというか、なんて言うんだろう、私人が演技してるのとかを見るのはすごく好きだったりするので、よく舞台とかもね、まあ、知り合いが出てたらと興味があったら行くみたいな感じなんだけど、あ、でそう、低気圧もね多いからっていうのもありますね。低気圧が多くて、低気圧で本当に体が超だるくなるタイプなんですよ。いると思うんですけど、でも理解できない人にはね、理解でき、低気圧が何になると思うんだけど。そう、本当に動かなくて、で、あーダメだと思って、今日はだが情熱はあるを一気見して、うわ最高ってなって、で YouTube の編集をちょっとして、そしたらもう夜、もうそんな日々が続いてます。頭が痛いと思ったらお空は黒くなってて、はい雨ってなります。いやめっちゃわかる。Y 低気圧って何の人。え、いいね、いいですよ、そのまま行きましょう。女の子多いですよね。女性結構ね、体が敏感な人が多いので、私だってね、地震気づきますもん、気づきますもんって、その怒ったらみんな気づくやろって思うでしょ。地震が来る前に気づく、超音波じゃないけど、なんか地鳴りとドルルルっていう、床がゴーって音が鳴るので、うーんってやつも聞こえるな、低周波みたいな。そう、次ぐらいね。はい、じゃあ59分です。13位ダニさん、12位田所さん、11位そのちさん、10位ジョークスノーさん、9位チョロさん、8位ジンロクさん、7位チャリングさん、6位ユーマさん、5位ショウちゃんさん、4位ヨコヨヨさん、3位アヌネさん、ミサが最高、2位エンチョさん、1位ベルちゃん会長さんでした。ということでありがとうございました。明日は木曜日、あと2日頑張れば土日です。皆さん頑張っていきましょう。それではおやすみ、バイバイ、お疲れ様でした、ありがとうございました、おやすみ、ヘバネー、アンニョン、 Thank you for you guys。